はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、今回の動画はですね、筆箱紹介。はい、筆箱紹介になります。はい、で今回の筆箱は結構、まあ、ビジネスとかねフォーマルなシーンでも使えて、まあ、コンパクトに収められるっていう、まあね、筆箱の紹介になります。でね、自分結構ね、筆箱はコロ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 ね、何月のっていう形、何月の筆箱っていう形みたいな感じじゃなくて、結構ね、もう頻繁にコロ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 変えてたり、まあ、複数とかね持ったりするんですけど、まあ、その中でもね結構今回のは実用的で、まあ、バランスが取れたやつになるかなと思ったりもします。まあね、ぜひ参考にしてもらったり、他にこんなん入れたらいいよみたいなこともありましたら、まあね、コメント欄とかの方に、まあ、入れてもらえると嬉しいなと思います。はい、それでは早速紹介したいなと思います。はい、その筆箱こちらになります。じゃーん。はい、ちょっとね、明るくした方がね、この筆箱の素材が分かりやすいんで、ちょっとね、光の方つけます。よいしょっと。はい、こちらなんですよね。はい、ちょっとね、こういう風にね、素材がね、こういう風にテカテカテカっていう形になってるんですけど、はい、このね、独特のこの素材、これ、バリスティックナイロンっていうやつなんですよね。はい、トゥミっていうね、有名なビジネスバッグのブランドのところが、まあ、結構好んで採用してる、まあ、素材なんですけど、はい、このバリスティックナイロンを使った、はい、バリスティックゼストっていうね、パイロットさんから出されてる、こういうね、三角形のこのね、コンパクトな筆箱、はい、こちらになります。これね、結構ね、そんなに高くないんですよね。はい、まあ、千何歩ぐらいなんですけど、はい、まあ、その割にね、結構ね、高級感があったり、フォーマルな場でも全然ね、恥ずかしくないなっていうやつで、はい、これ結構ね、自分最近愛用して使ってました。でね、まあ、この、まあ、前とかにもね、結構ちっちゃい三角形のやつとか使ってたりしてるんですけど、はい、まあ、これ結構ね、それの中でもちょっと三角形タイプでもちょっと小さめのやつになります。はい、でもね、結構ね、まあ、この中にね、ちょっとギュッとね、思いを詰め込んでみようかなということで、まあ、詰め込んでみました。ちょっとね、まあ、ちょっと膨らんでたり、ちょっとね、オーバースペック気味には入れたりしてるんですけど、まあ、ギリギリ、まあ、入ってる形になります。はい、じゃあちょっとね、ライトの方一旦ちょっと切って、はい、じゃあね、この中身、早速ね、紹介していきたいなと思います。はい、じゃあこちらになります。はい、すってね、はい、こういう風に開けたら、はい、中からガバッとね、はい、こういう形でね、入ってるんですよね。はい、じゃあね、早速ね、ちょっと目につくとこからね、ちょっと出していきましょうか。はい、まずちょっとね、これがすごい目につくんですけど、はい、これね、輪ゴムをまずね、入れてます。まあ、2本か、まあ、3本か、まあ、それは、まあ、その時々なんですけど、はい、急にね、なんかね、閉じなあかんとかね、なんかそういう時にね、すごい役に立ったりとか、なんかね、輪ゴムを使ったね、ライフハックっていうのはね、他の方もいろいろ動画にしてると思うんですけど、まあちょっとね、こういうのあったら便利なんで、はい、ちょっとね、輪ゴムを何個かシュッて入れてます。はい、そんで、まあこっち側からいきましょうかね。はい、こういう風な形でね、はい。まあ普段ね、自分 M5 手帳っていうね、小さい手帳でね、すぐメモ取れるようにしてるんですけど、はい、それもね、まあ、手元にないっていう、まあ、緊急事態用に、はい、こういう形でちょこっとね、はい、メモできるような、はい、こういうちょっとね、ブロックタイプ気味のちょっと小さい付箋ですね。はい、まあ、こういうふうにめくれるんですけど、はい、このね、付箋を入れたりしてます。はい、これ緊急メモ代わりみたいな形ですね。はい、そんで、まあ、これがね、ちょっと目につくんですけど、はい、これがですね、はい、ポストイットのシリーズの、まあ、ちょっとね、細いこういう付箋になります。はい、で、これね、なんかケースに入ったやつなんですけど、はい、このケースの裏側、はい、ここのところにね、マスキングテープをね、3個ほどビチャビチャビチャってくっつけてて、はい、まあ、出先とかでね、急にマスキングテープがいるっていう時は、ここのところにパッてこういう風にね、取ったりとかできるように、まあ、3個ほどね、こういう風に重ねて貼ったりとかしてます。はい、でね、このマスキングテープのところにね、もちろんね、文字をね、ちょっと書き込みたいっていう時もあるんですよね。はい、そういう時は、はい、こちらなんですよね。はい、これを入れてます。はい、これ。はい、これね、寺西化学工業、はい、このマジックインキのとこですね、はい、ここのところのね、マジェスタースリムっていうね、はい、こういうね、太いとね、はい、細いところがね、ある、こういうね、これ、
あとね、これ、あの油性のね、これアルコールなんですよね。アルコール系のマジックの油性になります。はい、なんでね、アルコール系のマジックの油性と聞くと、まあ結構あの文房具詳しい方だと、あれかなって思われるんですけど、はい、そうです、あのコピックとね、あのよく似た感じの感覚で書けるっていう、これ油性マーカーなんですよね。はい、じゃあちょっとね、あのまあ、ここにまあ付箋があるんで、ちょっとこれを使いましょうか。はい、まあね、こんな形の、はい、結構ね、はい、発色も良くて、はい、こういう形でね、太い細いが書き分けられる上に、はい、このね、マスキングテープの上にもね、はい、あのこういう風に書けるんですよね、これが。はい、これ水性マジックとかやとね、はい、ここでね、あの指で吸ってやったらね、あのダメなんですけど、はい、これ油性マーカーなんでね、はい、こういう風に指でやっても大丈夫という、はい、なんでね、あのこういう風に書いてビッてちぎって、こういう風に中に貼っておくみたいな形で、はい、あの使えるっていうね、この油性マーカーになります。まあ、他のシーンでもね、この油性マーカー活躍することがあるもんで、はい、これをね入れた形になります。よいしょと、これ戻しとこう。はい、でね、この横、まあさらに見ていくと、はい、あのこちらが入ってます。はい、これがね、あのコンサイスっていうね、はい、あのところの、あのまあ12センチほどのね、あの小さいこのアルミの、はい、これアルミなんですよね。はい、あのアルミのまあ定規になります。はい、まあね、あのちょっとね、あの定規とかもいるシーンがあったりとかするんで、まあこれを入れてます。はい、でね、他ここにもね、はい、なんか入ってるんですけど、はい、クリップになります。はい、このね、あのクリップもね、あのまあこの輪ゴム同様ね、ちょっとね、あのライフハックじゃないんですけど、なんかね、いろんなシーンとかにね、あの役に立ったりとかすることがあるんで、まああのまあ、今は4つぐらいかな。まあ、これはあの数はまあ適当なんですけど、はい、何個かね、はい、入れる形にしてます。はい、こんな形でね、このね、筆箱がね、はい、中がね、こういうふうにね、あの2個にこういうふうに分かれるようになってるんですけど、はい、あのここのところに割とあのこういうやつとかは入れる形にしてます。はい、そんで、あ、これも言いましょうか。はい、これがですね、はい、じゃーん、はい、こちらになんですよね。はい、これがですね、はい、これ可愛いですよね、これ、はい、猫ちゃんのね、これ、はい、猫ちゃんのね、これ何種類かね、はい、こういう形でね、はい、クリップがあるんですよね、これ。はい、もちろんね、クリップというとね、まあこの形が、ベターなんかもんですけど、はい、ちょっとね、なんかね、書類とかをね、あの、吸って閉じるときに、ちょっとね、アクセントじゃないですけど、ちょっとね、まあ、わーみたいな形の話のネタみたいな形じゃないですけど、はい、こういう形でね、はい、猫ちゃんのね、これ、なんとね、エッチング加工してあるんですよね。はい、というね、ちょっとね、値段はするんですけど、はい、これがね、あれなんですよね、エッチングクリップスっていうね、はい、みどりさん。はい、みどりさんが出されているこのね、かいらしいね、このクリップ、はい、これをね、何種類かこういう風に入れてます。これ猫の他にもね、いろいろあるんですけど、これね、すごい綺麗なやつなんで、またね、後ほど動画にしたいなと思います。はい、でね、他にね、入ってるものといいますと、はい、こちらペン類ですね。はい、こちらになります。はい、これね、ドクターグリップの、これあれですね、4プラス1なんですけど、はい、ここの部分、はいはい、ここがね、あえてね、ちょっと付け替えてるんですけど、はい、ローレット加工、はい、にしてるやつになります。これね、先っぽのね、この部品だけね、こうやって打ったりしてるんですけど、はい、ドクターグリップやけども、ここのね、グリップ部分をあえて変えるっていうね、はい、まあこういうね、遊びをね、してるんですけど、まあこうやってね、あれですね、ドクターグリップなのにここの部分が硬いというね、はい、ブラックジャックみたいな形でね、はい、まあ勝手に名前つけてね、はい、こうやって楽しんでるんですけど、はい、これがね、まあ4色ボールペンプラス1、ここの部分がこれシャーペンになってるんですよね。はい、0.5 のシャーペンになってるやつになります。はい、でこれを入れてまして、あとまあね、これと同じまあメーカーなんですけど、はい、こちらがね、フリクションなんですよね。はい、まあ、フリクションって後ろでね、こすって消せるやつなんですけど、まあそれのね、4つのカラー、まあ、黒と青と緑と赤がね、入ったやつ、はい、まあ、これの先っぽの部分を実はね、これとね、変えてるみたいな形なんですけど、まあ、同社のね、結構よく似たペンなんで、はい、ここの2つがね、はい、グリップの部分がまあ入れ替えられるみたいな形でね、まあ、これ気分に応じてね、入れ替えたりみたいな形にして、はい、こういう風に楽しめるっていうね、はい、こういうペンが
入れてます。はい、まあこれでね、あのこすって消せるボールペンと、あとは油性のボールペンと、あとはあの、まあ、この4プラス1のねやつが、あのあれなんですよね、あのシャーペンの機能ついてるんで、はい、シャーペンの機能、はい、この3つがね、はい、これでカバーできるっていうね、はい、こういう形になります。はい、でね、あとね、これもね動画で紹介したんですけど、はい、これね筆ボールを入れてます。はい、これね丸文字も書けて筆文字っぽいのも書けるっていうね、これ非常に素晴らしい、あの、まあ、先っぽが極太のねあのボールペンなんですけど、はい、そういう形であの書き分けができるっていうやつなんですよね。はい、まあこれもねちょっとこの付箋を、まあ、ちょっと出してみますと、よいしょと、はい、まあね、あのこういう風なね、あのかわいいね、こういう風な、はい、こういう風なね丸文字も書けると思いきや、なんかこういう風なね、あの止め跳ね払いみたいなもね、はい、はい、こういう形でね、あの止め跳ね払いみたいなも結構書けるっていうね、これ素晴らしいね、あのペンになります。はい、これを入れてるのと、あとはね、はい、あのこちらなんですよね、はい、これ、はい、三菱鉛筆さんのね、はい、あのこのねプロパスっていうのかな、これ読みが、はい、のクイックドライっていうね、はい、これもね、あのこっちの部分がこれ結構かっこいいですよね、これ、はい、こういうねあの蛍光ペンになります。で後ろのところがね、はい、こういう風に細いやつで引けるこの速乾性のね、はい、このボールペン、はい、この黒のやつを入れてます。はい、そんでねこれなんですね、はい、こちらがねあの消しゴムになります。はい、これはねちょっと消しゴムはね、あの大きいやつをね、まあ、入れてもいいかもなんですけど、自分ねあと1個ねこれあの最後に紹介するやつ、あのこれを入れてるんで、まあちょっとこの細いやつにしてるかなみたいなとこがあるんですけど、まあこれね、あのトンボ、はい、このトンボ鉛筆さんのね、はい、このあれなんですよね、モノシリーズのゼロっていうね、はい、これもねちょっとここがねあのアルミになっててね丈夫なんですよね。はい、なんでこうやって消してもふにゃふにゃしないっていう、こういう細いね、はい、ノック式のこの消しゴムになります。まああんまりね消しゴムで消す機会とかね、あのシャーペンを使う機会いうのはちょっとね大人になると減ってくるかなっていうところがあったりするんで、はい、まあシャーペンはこの、はい、4プラス1の方かな、もうこれつけてるからややこしいな、こっちの方かな、はい、このね4プラス1のね、はい、ここのねシャーペンの部分と、まあこの消しゴムいう形であの補う形にしてます。はい、でね、あのまあ、あ、これちょっとあれだね、はい、あのクリップが残ってたんですけど、はい、これねラストに紹介するのが、はい、これがねあのちっちゃいねこのシャチハタのやつになるんですよね。はい、これがですね、あのシャチハタから出てるプチネームっていうやつなんですけど、はい、これあの普通にねあのシャチハタのね径の大きさのやつです。まあそれのねここの部分がスリムになって、ここのところがね、はい、こういう風にあのストラップみたいなのがねこうやってつけれるようになってます。まあね、これストラップは別にあの、まあ、まあ筆箱の中に自分入れてるんであれなんですけど、まあここのところにつけてもいいかなと思います。でね、これをまあ持ってる意味が、結構ねビジネスシーンとかになると、あのシャチハタでハンコをね、あの出勤伝票じゃないですけど、なんか押したりとかするときとか、まあ、決済員とかね、はい、そういうのを押したりとかするときに、あのこれをポン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 押す機会がすごいね、増えるんですよね。あのちょっと前までぐらいやと、あの USB とかのね、メモリーとかを結構あの入れたりとかする機会が多かったんですけど、ちょっとあまりね、あの会社への持ち込みとか持ち出しとか、結構その辺がね、厳しいなってきてる会社、他にもいるかなと思うんで、まあ結構、ここのね、あの残り入れるスペースが、まあこの、ハンコに置き換わってる人とか、まあ、あのいろいろやと思います。はい、まあ、学生さんとかだとあんまりね、このハンコいらないかもしれないんで、これをね、この長細い消しゴム代わりに、あのこれぐらいの小さいね、あの消しゴムになるかないうケースもあると思います。まあ、ただ、ちょっと自分結構、ハンコを使うケースがちょっと、多いんで、まあ、この中にね、はい、ちょっと入れる形にしてます。はい、で、まあ、こういうふうにね、ハンコが入って、まあ、ペンとかがね、消しゴムとかがね、はい、こういう風にここのところにガーってこういう風に入っていくんですよ、こうやって、はい、はい、そんで入っていって、そんでここのね、はい、はい、ここですね、はい、ここの仕切りのね、はい、ここの部分に、はい、こういう風にね、これはちょっと横に置いておこう、はい、でね、こういう風にあのブロック線とかが入って、はい、こういう風にまあ普通の付箋が入って、はい、そんでね、こういう風に猫ちゃんとかがね、はい、ここのところに、はい、入りますと、よいしょっと、
はい、でね、クリップ5つ入れてましたね。はい、まあ、クリップがこの辺にね、あのちょろちょろっとこういう風に入りまして、そんで輪ゴムみたいなのがこういう風に入りまして、で最終的にここのところがスーっていう形でね、はい、結構静かにこうやって滑らかにこういう風にね、はい、あちょっと輪ゴムがあれだね、はい、ちょっと輪ゴムがあれか、はい、まあね、あこれでね、はい、スーっていう形でね、はい、こういう風に収まるというね、はい、こういうね感じの筆箱でした。はい、結構ね、まあ、バランス面考えてね、あの、まあ、そのメモみたいなやつとか、まあ、付箋とかね、はい、まあ、定規とか、まあ、あの油性マジックとかね、はい、まあ、あとこすって消せるペンとかね、まあ、そういう形でね、いろいろとね、あのバランスよく、まあ、入れた筆箱になります。あとハサミとかね、なんかそういうホッチキスとはどうなんですかみたいな形なんですけど、はい、特にねそのハサミとかカッターいうのも、これもねちょっとまあね、持ってるとちょっとね、君みたいな形でね、ちょっと言われてもちょっとやばいかなみたいなところが あったりもしますし、まあ会社とかでね、まあ備品みたいな形でちょっと置くこともできたりするんで、はい、まあそれらへんはまあちょっと自分会社の方でまあ備品申請みたいな形でね、まあ会社にまあ置いてるんで、まあ、持ち運ぶケースはちょっとまあ、本当はね筆箱の中にいろいろもっと入れたいという思いはあるんですけど、入れてないっていう形になります。であとはね勝負ペンじゃないですけど、ビジネスシーンで役に立つのは胸のところにねスッて刺してたりとか、まあ、別の筆箱みたいなのを持ったりみたいな形でカバーしてます。まあでもね大抵のシーンいうのはこれでね結構賄えるかなっていう形の、まあ、結構ねミニマムに収めた筆箱になります。はい、という形でね、まあ、筆箱の方、まあ、1個、まあ、いろいろある中の、まあ、1個結構実用的なやつの本日は紹介でした。まあね、参考になったという方がいたら、まあ、嬉しいかなと思います。はい、ということで、まあ、この動画が良かったと思う方は、グッドボタンを、で、チャンネル登録の方とか、まあ、いろいろね、今回紹介したペンとカラーもいろいろ紹介とかしてるんで、まあ、見ていただいたら嬉しいなと思います。それでは、ありがとうございました。バイバーイ。